あ、目の動きめっちゃ遅いですね。立てて、はい。で、これを横にしたいんですけど、上の方がなってるので、上の方が斜めになってるので、そっちを動かします。動くか。OK。釣り上げしてもいいけど、怖いんだよな、この隙間。釣り上げしちゃいます。失敗。パタンって倒せば OK。 はい、失敗した。平行移動したいけど、店員さんを呼べないので、そのまま変な形からのパターン。爪入っちゃうな。変に真横にしたくない。詰まった。とりあえず5,000円両替し、さあどうしよう。これでいくかな。楽しそうな気がするね。ね。よし。で、はい。はい。引っかかった。あれ。
け。あいあいよいしょ。入れやまで、ドロップがいきそうな気もするけど、冒険のやり方がこうなんで、上だな。
さん呼ぶのはちょっと心苦しいので、逆はいけないと思います。スライドかな？でも結構強め。勝つか。やったんで、当たった。取ったけども、また影山と一緒。あ、ねじれがすごいんだこれ。よし、おおおお、ワンチャンあるかと思った。これも当てはめかな。するときに景品に沿わせながらスライドすると取れますよって教わりました。強そうじゃないのか。
いけるって言ってる。あ、刺さった。刺さったよ、刺さった。やめて。変なことしないで。もう。もう絶対3手でいけたわ。虹から入るか。虹入るか。お客さん入るか。これでもか、口が詰め効いてますよ。揺らします。OK。 石するんじゃないか。石しなくても3点ロックしそうな。それその隠しにこれし、あ、重いんだ。下地をし、揺らそう。時代は一番良かったっけ。
出た。これよひどい。狙い通りにできたかな。この瞬間がドキドキだね。寄せていくしかないね。奥行きの感覚は覚えてる。もう一回寄せる。お願い。はい。進んでるね。
然変わらない。溶岩水分を行いますか。動いた。ずるずるしちゃうから、もうあとミリだから、ね、もうドキドキしてる最中だよ。怖いよ。怖いよ。この形やめてほしくない。
右が入ってすぎて、この瞬間
両替注文を行いますか。
ないかな。ちょっと今日どうするんだったっけ。おしかけできみよう。ダメか。そうか、それで持ち上げれるか。これは面白い。次回も狂犬の修行の旅、みんなお付き合いください。ありがとうございました。